だ。でかっ。一応ごめんなさいみたいな感じか。心臓は取った。これでいいんだな。ああそうじゃ、パイを退散せんとな。いやマジ何者なんだ。クレイトス。ゼウス。ゼウス。我が父だ。ゼウスがじゃと。こりゃたまげたわい。あの場所は何なんだ。行ってはならぬ場所じゃ。よいな。父ってお前すごい血統だな。なぜ奴がここに。そんなはずはない。それは幻影に過ぎぬ。ヘルヘイムは住む者を自らの過去で苦しめるのじゃ。今はあの子の元へ戻ることに集中せい。そうそうそう。いやマジで死にそうなんすわ。何か何か回復アイテムいただけますぬか。マジで死ぬんだけど。そのうちあの鳥とも戦うのかな。鳥なんかな。あ、やっぱいけないやつだね。いけないやつだわ。なんだあれ、なんだっけ。この島だとヘルじゃない、ハデスとかそっち系でしたっけ。ちょっと忘れちゃったな。忘れちゃったっすね。まさかね、ゼウスの息子なんか。あんたは、あ、なんだこれ。おい、うん、お静かに。見つかるだろうが。にしても寒いな。その刃をさっさとよこせ。なぜだ。さっき力になるって言っただろう。早く。おお、何してくれんじゃい。道具を見つかるずに置いてきちまって。すぐ戻るぜ。まさか横取りなんてありゃせんよな。ほれ、はや、これで冥界の風を捉えられる。この緑に輝くもんめがけてそいつを投げてみろ。元の仕掛けは戻ってしまう。はい。おめえの刃であの風の仕掛けを狙ってみろ。あの扉の真ん中にある小さな玉、見えるか。さあ投げてみろ。ああめんどくさ。あ、そういうこと。はいはいはい、オッケーオッケー。当てられた。これでお前は好きに冥界の風を吸収して放出できる。じゃあ俺はとっとと帰るぜ。ここは寒すぎて玉の袋も凍っちまう。そっか。あやつは以前に頭を強く打ったことでもあるんかの。時間がかかりすぎた。よいしょ。回復ありがて。回復ありがて。いやすげえと、やっぱなんかその次元の隙間を渡る能力あるんですね。回復回復。しかしこれアトレウス君がいなくなったら彼の大事さはすげえわかるようになったんですわ。めっちゃボス戦やりチクチクありがたかったんですね。でこれ普通に開ければいいってこと。こんにちは。はい。ああ、なるほどね。はい。はいよ。はいよ。あれ、今なんか混じってなかった。変なの。お前か。お前か。お前か。ふう。よいしょ。これ一個しかないのか。これを持ってく、持ってくのね、こっちに。めんどくせえ使い方するっすな。ほい、持って手体力だった。特にジャンプできない。
あーまたこの類のやつね。今すぐ考えないとダメだわ。よいしょ、行くか。上から盗み取れますか。ダメだね。どうすんだろう。ちょっと一応考えようか。となるとだよ、ちょっと閉まるんでしょう。あ、こっからぶち込める。いや、こっからはぶち込めねえな。当てらんねえですよ。どうすればいい？どう？どうしにするか、わからん。さっぱりわからん。すまんの。まださっきの話が引っかかる。ゼウスが父親とな？今はよせ。冥界から出ることに集中しろ。それにはわしも同感じゃ。では静かにこの頭で考えるとするかな。そうしてくれ。優秀なその頭でな、しっかり考え。鍵かかってっけど、ちょっと奥さん。よいしょ。あ、よいしょ。一番いいってことか。はい。で、開くと。オッケー。ほら、みんなそこ入りたかったんだろ。入ってきな。
開けられるじゃん。ちょっとやっとこうか。はい。はい。いただきます。ありがとうございます。はい。鋼ですね。あっちもら。なんかいっぱいあるね。急に。距離が。よいしょ。はい。はい。いやいやいや。いや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 、あれ。あれさ。あれ敵だったよね。戦おう。やっぱ敵か。おいしょ。おいしょ。痛い。はい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 。なんじゃそりゃ。はいはい。よいしょ、勝ってえな、やっぱり。はい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 。さすがトラベラー、まさか違うね。よいしょ。いや、ダメだな。おい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 しょよいしょ。どうよ、行ったか。おやすみ。なんだこれ。死をもたらすウォーハンド。まあ、とりあえず変えとこ。能力は何もないやつやから全然いいでしょう。よし、じゃあ持っていくしかないのか。ガンケ回して。お父さんは賢いからね。なんだかんだ賢いから。はい、よいしょ。で、切れるこれね。よしよし、オッケー。そうだ、さすがに何もないっていうことだ。よしよし、じゃあそこに。はい。それで。どこに使えばいいんだこれ。あ、背中にあるわ。よいしょ。
ってる分か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 ってる立て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 立はい、おやすみ。よし、回復できる。あっぶねー、あっぶねー。こいつの背中に持ってくればいいんだな。オッケーオッケー。あれを、あれを、こっちこっち。はい。あらららら、届いてないですね。はい、この距離ならいけるでしょ。はい、はーい、は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 い、よし、脱出までは今日行きたいね。よいしょ。中身は次は次はどこだ。次はこれがす、あーお前らか。ちょ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 、おい邪魔だ。よいしょ、きれいにしたから大丈夫でしょう。あれ、弾は弾、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 弾がどこにもないぞ。あれか、あ、なんだお前、またカラスおるやん。持ってるな。どこで？オッケーオッケー。よし。背中のそれをこっちにくださいと。よいしょ。その裏のところね。投げる。オッケー。どこだっけ、この先か、ここか、ここでいいのか。直後、ちょちょちょ、お前よいしょ。いや、全然よいしょ。はい、全然当たんねえ。よし、オッケー。はい、見た目もええ、我が輩の邪魔をするとはいい度胸だ。もうつなぎがないから直接持ってくるしかないかな。これはないよね、やっぱりね。よっしゃ、頑張って走って持ってくるか。もう一個くらいあればね、ちょっと違うんですけど。ああ、まだ届かないんだけど。じゃあ、ここどう？ダメか。この距離なら。ダメか。よし、来た。よし、走れ。これ間に合うの？これ間に合うの？間に合わんくない？走る速度上げてるんですよ、今。つけてさ。さすがにあれは間に合わんでしょう。ちょっと、どっかに、あんじゃない？もう一個弾。もう一個ない。もう一個ないですか？ここに来ていきなり持ってく難易度高くないですか。
ちの方とかさ、ちょっとないっすかね。あーった。オッケー。さすがにそうですよね。さすがにね。まああそこでもだいぶきついけどさ、相当マシよ。相当マシ。よし。マシとは言ったもののきつくね。いや走ってるね。これがそうだから、あ、走ってる走ってる、全然走ってる。よし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 、相当走ってる、相当走ってる、走れてる走れてる走れ走れ。なんだよなんだなんだなんだこれなんだこれ、なんだ今。ちょっとなんだ今のふざけた横歩きは。舐めてるだろう、スポーツ舐めてるだろう。あの動きは最低だったぞ今。うそん。ちょっと待って、全然間に合う気がしねえ。本当にここだけだよね。ここだけだわ。ちょっとさ、やばくね。全力で走ってこれだよね。遠いて。こっちから行けね、こっちから。行けんじゃん。行けるやん。もう全然違うわ。なんだ。距離が全然違う。余裕だもん、余裕だもん。ほら、でこれでこれを持ってくと、そういう流れね。はいはい。息子が病院前に侵されてる時にも探索を忘れない父親の鏡ですよ。間に合わなかった。あれ、思ったより遠いな。この角度どこ来るならいけるでしょ。いけない。全然間に合う、全然間に合う。このミーミルの呆れ顔よ。よいしょ。OK。はぁ、あ、やっとゲット。よいしょ。オープン。何これ。お、ノーマルルーム。サイクロンボス。すごいじゃん。まあいいや、とりあえずこのままでいいか。よし、じゃあさっさとヘルヘイム脱出しちゃおう。待ってろよ息子ちゃん。無事だったか。さっさとチビんとこに戻ってやれ。確かにね。おっしゃ、行こう。早くその心臓を届けねば。だね。鮮度が高いうちに持ってきましょう。
三角でも終わると。よし。まさかお前さんがゼウスの息子とは。これでいろいろ納得がいったぞ。わしはあのスパルタの亡霊の腰からぶら下がっとるということか。その名で私を呼ぶな。責めているわけではない。神々は自業自得だったんじゃろ。わしはただ驚いているだけじゃ。神を嫌っているのに切っても切れない縁というやつかの。アトレウスには何も言うな。知らせてはならんのだ。お前さん、おせっかいかもしれんが言わせてくれ。あの子には知る権利がある。真実を知らねば苦しむだけじゃ。わしは分かっとる。お前さんがあらゆる神を憎んでおるのだな。それは自身も含めてじゃろう。じゃがあの子も神なんじゃぞ。分からんか。あの子は自然とそれを感じ始めておる。お前さんが何も言わんからどうすることもできんのじゃ。全てがつながっておるのじゃよ。息子には何も言うな。よかろう。よし、というわけで、世界の中心へ戻ってきたので、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。次回はですね、魔女に心臓を届けて、息子の治療というところでね、始めていきたいと思います。じゃあ今日はここまでで終わりです。語りは私、高2でお送りいたしました。次回もよろしければご視聴のほどよろしくお願いいたします。それじゃあ、さようなら。バイバーイ。